アリス。ジャック、今気づいた。電話でアリスに聞いたんだ。俺はバイオロイドだった。須田剛一図スダッチャー、アクト6。俺はバイオロイドだった。あの不審船の化け物と俺は一体化したんだ。クリス、スナッチャーは我々の神だ。スナッチャー、バイオロイドの完全体、それがスナッチャーだ。アリスは神なんだ。すごいな、ジャック。君の妻は神だぞ。神だと？彼女は俺の妻だ。他の何者でもない。違うな、ジャック。違うだと？お前、その目は何だ？次の人類だ。クリスじゃない。お前はバイオロイド。クリスは死んだのか？俺の中で融合している。クリスの人格はハートの奥で生きているんだ。目的は？繁殖すること。人類の代替だ。この世界を支配するのか？いや、そうじゃない、ジャック。分かってないな。妻が神のくせに全然理解していない。繁殖させることが種の保存となる。動物と同じだ。繁殖とはどういうことだ？人を媒介して宿主を探す。だから人を殺す必要がある。クリスを殺したのか？生命としての寿命は尽きている。だが精神的な印象としてはずっと生きている。問題あるか？違うな、化け物。印象を学んでも人の真似はできない。いいか、これがわかるか？トランプだ、ジャック。あんたが得意なブラックジャックだろう。一戦しよう。どうする？ヒット？スタンド？もう一枚。20スタンド？いや、ストップ。21ブラックジャック。やっぱり強いな、ジャックは。いつも負けっぱなしだ。もういいだろう。あんたが強いことは証明された。もちろん俺はいつものように真剣勝負で挑んだ。肉体が変わったとしても俺が八百長すると思うか？するわけがない。クリス、お前は勝負ごとにはまっすぐだった。どんな手抜きも無気力も嫌っていた。だからだ。やはりクリスは死んだ。なぜ？さっきのブラックジャック、イカ様をした。クリスはイカ様を必ず見抜く。だが人間じゃなきゃ見抜けない。なぜかわかるか？わ、はあ、からない。感情の揺らぎは人間である証拠だ。機械の体では無理だ。無理？お前は擬態しているだけの存在だ。それでも俺は生きている。生きることに違いがあるのか？人に作られ、人から生まれた機械には人に近づくことも人を超えることもできない。人間の思い上がりだ。俺には
ギブスンはギブスンだ。人間でもバイオロイドでもあんたは同じギブスンだ。俺らは生きて生活する権利を持つ。ここではその主張を認めない。では認めさせるだけだ。人を超える必要があるのか。共存を拒むのは人間なんだ。人は傲慢になりすぎたんだよ。だから歴史は変化を選んだ。そう考えれば理解できるだろう。無理だ。俺も無理だ。頭の汁が広がかよ。死にそうだ。ジャック、俺を楽にしてくれ。最後に言い残したことは。ジャック、バイオロイドも悪くない。人間の時より楽だった。それとアリスを殺せるのはあんただけだ。そうか、そうだな。潜入終了だ。深く眠れ。ジャック、目的地は？ネオ神戸ポートタワーだ。アリスが俺を待っている。急ぎます。ご主人のような優秀な人材の働きがネオ神戸の発展を妨げます。警察官は働き者ですから。密輸が巨大な産業であることは警察も知っています。政府だってバカじゃない。規制の枠の外は無法ですよ。あなたが自由に泳げる場所です。私は泳ぎは苦手なんです。主人は海が好きで、娘と泳いでいる姿をいつも遠くから見つめているだけでした。その距離は埋まりませんでした。やめましょう。私たちの話がしたい。アリス、君と僕の話を。そうですね、もう戻れません。そうです。あなたは私たちバイオロイドにとっての神なのです。ジャック、不審船の記録が解析できました。伝えてくれ。荷主はアリス・ギブソン。ウラジオストックから積載量15トンの積み荷を運んでいます。すべてバイオロイドと思われる形状を X 線検査で確認しています。アリスはこれまでにも3回の密輸、つまり言いづらいのですが。気にするな。バイオロイドを密輸した黒幕はアリスなのです。孤独に死ぬ日が来たとして、その瞬間を恐れたことはない。そもそも孤独とは何か。刑事という仕事は、正義という名のもとに人々の前に立ち、
平和と安全のために命を捧げることだ。私は常に死ぬ瞬間を覚悟してこの仕事に身を捧げてきた。全てを犠牲にして、全てを顧みず、アリスが私の元を去った理由も分かっている。何もかも。もう一度君の顔を見たい。もう一度君の体に触れたい。もう一度君と一緒に。脚本須田剛一、ジャン・ジャック・ギブスン、大塚明夫、リトル・ジョン、小島秀夫、クリスティアン・ゲンズブー、大塚芳忠、ロビン・グッドマン、小安武人、アリス・ギブスン、井上菊子、音楽山岡明、イラストキャラクターデザイン吉岡聡、演出村田修陽、企画プロデュース小島秀夫。このドラマはフィクションです。登場する団体、人物、スナッチャーは実在のものと一切関係ありません。